石井岳龍監督です。皆さん大きな拍手でお迎えください。初めてこの映画のことと、できましたって報告と今後の抱負を語るっていうちょっと特別な日でして、去年スティーブ・ジョブズ氏が亡くなりまして、驚いたんですけども、私とほとんど同じ年だったということは金信さんと同じ年アップルコンピューターを、友人と2人で始めた。それが1976年ぐらいなんですけども、私が最初のハチムレ映画を撮ったのも1976年で、その時私は海の向こうのロンドン の, そのパンクミュージック、さっきクラッシュがちょっとかかりましたけども、私初めて本を見せていただいた時に、はい、これを映画化にするのっていう、やっぱそうでしょそのいわゆるプロデューサー側からの、視点といいますか、お金を少し出すっていう、それは大きい少ないに関わらず方の視点からすると、これってまず映画になるのかっていう、そうですね、ことと、その映画にするっていう想像がつかないっていうことと、それとこんな危険なって言いますか、挑戦的な企画をそのやっていいのってことですよね。そうですね、すいません、まもなく最前列にいるんで、巨匠からちょっとオファーが考えるのかわからないんで、その染谷君の存在がすごく気になってて、その日本映画界で本当に久しぶりに男優さんでそのクローズアップが力を持ってますか、美しいって言いますか。だから私は昔からその映画を作るときには、その目に見えないものを、あるいは音に聞こえないものをとても大切にしようと思ってきたし、例えば栗崎サンダーロードっていう映画だったら、暴走族がバイク乗って突っ走る話なんですけど、なんかやっぱりそのガソリンの匂いがする映画にしたいとか、その登場人物たちが感じてる感触をどうやったら表現できるんだって。5年ぐらい前に DVD ボックスを今までの作品を全部作っていただいて、一つ石井総武っていう名前では、一つの区切りができたかなってもあったし、私が非常に尊敬してた俳優さん、その栗崎さんだろうが山田さんっていうのは亡くなったっていうこともあるし、神戸で活動を開始したっていうこともあるし、いろんな自分なりの思いがあって、バンドを解散するように一旦やっぱリセットしたいっていうのがちょっとその一つの思いですね。ドラゴン石井と守りたいぐらい